どうも、ヤクモコマチです。戦国姫セブン番外編始めていきましょう。では、早速ね、武将内に行きましょう。まあ、まず早速、黒田長政の方から行きますが、まあ、多分、前回、イベント CG が出たところだったんだよね。あの、押し倒す系の。今回もなんかそんな感じで二人邪魔するぜ、長政の話ですよね、やっぱり。ああ、まさのり、そろそろ来る頃だと思ってたわよ。また音ちっちゃいわ、直したもんな。突然訪れたまさのりを、長政は自分でも気づかない笑みを浮かべて出迎えた。まさのりもまさのりで、気負うことなく、どっかりとその隣に腰を下ろし、他の誰にも見せないような笑みを浮かべる。茶が差し出されて、それで喉を湿らせながら、マサノリは口を開いた。日本語の話はしたよな。あいつを使うと私記憶が飛ぶってさ。あ、知ったんだ。前置きもなく本題から話し始めるのは二人の間では珍しいことではなかった。ええ、そっちこそそんな危険なやり早く捨てるべきだって忠告したこと覚えてるかしら。言ったろ、あれには愛着があって捨てらんねえんだよ。ならせめて戦場には別の槍を持っていけばいいじゃない。マサノリはあんなものを使わなくても十分に強いんだから。いいんだよ、私の話は。それよりもその日本語のせいでこの間の戦でも記憶が吹っ飛んだんだけどさ、おかげで敵陣の奥にまで突っ込んだらしくて孤立したらしいんだよね。話は聞いてるわ。なんでもかなり危なかったらしいわね。結構危なかったね。ああ、それをだな。相馬の野郎が助けてくれたんだ。あの軍師殿がだぜ。おかしいと思わないか？おかしいって何がなの？見た目だよ、見た目。あんな弱ちそうに見えるやつが敵陣に突っ込んで、しかもあたちをぶちのめして連れ帰ったんだぜ。確かに相馬殿は見た目よりもやるようね。うん、意外にね。その話を聞いたとき、しびれたね。あたし、あいつに惚れちまったかも。惚れって、それは本当なの？初めて長政の顔に動揺が浮かんだ。だがそれに気づかず、政則は陽気に言葉を続ける。本当だって。だってさ、かっこいいじゃん。普段はなよっちいくせに、いざとなったら頼りになるってのは。ギャップ萌えかな。なんつの、普段との落差ってのそういうのにキュンときたんだよ。乙女かっての。私も一応女だってことだな。まさか男に惚れる日が来るなんて想像もしてなかったよ。今までで一番なんか真っ当に好きだって言ってるな。他のやつってなんか結構ねえ、みたいな、あのどうしようどうしよう言いながらあの動いてる時のが多いんだけど、まあそういうのの言葉が続くに従い、長政の表情がわずかに変化していく。緩んでいた頬はこわばり、唇は先ほどから一文字に結ばれたまま開こうとしない。視線も手にした湯飲みを睨むばかりで、その湯飲みの中にはすでに茶は残っていなかった。空になった湯飲みをそれでも、なんて思うの？それでもめくって、うなって、うなってなのかな。ようやく長政は口を開いた。でも相馬殿は八方美人よ。それは長政にしてみれば随分と辛辣な言葉だった。しかし誰よりも当の本人がそのことに気づかず、固い声が続く。あちこちの女性にいい顔をしてるって噂だし、浮野も随分と流してるみたいだわ。正直言って誠実な殿方とは思えないわね。むしろ女の敵よ。政則には不釣り合いだわ。もっといい人を探した方がいいんじゃないかしら。なんでそんなことを言うんだよ。
小さいが決して無視できない響きを持った声が長政の鼓膜ではなく頬を打ちつける。打ち添えるかな。いや、打ちつけるでいいんだよね。パッとなって見てみると、すでに政則の瞳は強く緩んでいた。もともと聡明な長政だ。取り返しのつかないことを言ったことに気づいて、後悔が胸を満たす。私、長政もてっきり、相馬のこと気に入ってると思ってたんだけどな。違うの、政則。そういうことじゃなくて。じゃあ、なんだよ。仲間をそんな風に言うなんて、どんな理由があるんだよ。爆虐のでいいのかな、俺は。のともとも言える二人だが、それでも長政は、政宗のそんな顔を見るのは初めてだった。真逆なのかな、あれ。人やで、乱暴で、だらしなく、偏屈な、知人で知られる政宗だが、好きな人をけなされれば傷つくのである。どんな曰くも無意味であると、長政はすぐさま悟った。それでも、何とか作ろうと、長政は必死に言葉を続ける。話を聞いて、政則。私は別に、政則が悪いと言ってるわけじゃ。ただ、相馬殿は女ったらしで、あなたにふさわしい相手とは思えないって、そう言ってるのよ。言ったろ。私、相馬に惚れちまったかもって。好きな相手を悪く言われて、私が喜ぶとでも思ったのかよ。どれだけの大軍を相手にしようが、どんな理不尽の罵りを受けようが、決して心を乱されなかった希代の名将が、何も言い返せずに言葉を詰まらせる。そういうこと言う長政は、嫌いだな。待って、政則。しかしすでに長政は飛び出すように部屋を後にして、飛び出しちゃったのは政則じゃないのか長政は飛び出してってないよね。また出てきたな。珍しいタイプです。長政の部屋を飛び出すように後にしたのかな。その後ろ姿を追いかけることもできず、長政は崩れ落ちるように床に膝をつく。やっぱりさっきのは政則だったんだな。死体が畳にこすりつけられるように打ちつけられ、すりつぶされたような苦悩する声、苦悩なのか、苦悩ではないような、苦だったらもっと簡単な字使うような、カットじゃないな、その字なんだ難しすぎるわ。どうして私はいつもこんな好きになった人に対して、いつも、どうして。何ツンデレが発生してるだけ長政さん。しかも相馬に対してのツンデレが発生してるの。あれ六郎いないじゃん。いなかったんだっけ。一応ターン回そうか。あいつ毎回ターンの最初に来るからな。意外に滅びんな。疫病あれ、それ疫病うち直撃してね、大丈夫。裏切りは大丈夫だけど、多分。まさきなんてやついなかったはずだし。その式を終え、横になろうとした矢先に来客があった。スマホを開いて、俺の部屋に足を踏み入れたのは六郎殿であり、その際面には、常とは異なる緊張が走っていた。もしや敵国に何か動きがあり、
それを六郎殿とつながりの深いアルキミコの誰かが伝えに参ったのだろうか。すぐさま眠気は吹き飛び、俺は佇まいを正す。すると六郎殿はなぜか眩しいものを見るかのように目を細めた。夜分遅くに申し訳ございません。今宵は相馬殿にどうしても助力願いたいことがあり、こうして馳せ参じました。おう、何でもおっしゃってください。以前に申し上げた言葉に嘘はありません。ええ、相馬殿は確かにおっしゃいましたね。何でも遠慮なく言え、仲間を思いやるは当然、自分に下心などなしと。最後の一つが真実であれば、相馬殿にとって少々厳しい願い事かもしれませんが。六郎殿は今一度背筋を伸ばし直し、俺の瞳をまっすぐに見つめてくる。そのまましばしの間を置いて、違った、そのまましばしの間を置いて、ようやく告げた。相馬殿、どうか今宵は私とゆるりと過ごしてはいただけませんか。はい。え、それはどういう。戸惑う俺にくすりと微笑みかけ、六郎殿はゆるゆるとこちらに寄ってくる。着物と畳の擦れる音がすこぶる艶めかしく思えたでいいのかな。どこに隠し持っていただろうか。特に庭見当たらなかったはずだが、六郎殿の手には小さな赤い灰が赤い杯があった。六郎さんむっちゃはだけてますやん。めちゃくちゃはだけてますよ。確かに綺麗だし、すんごいスタイルはいいな。やっぱり。いや、うん、可愛らしいな、やっぱりこの人。いいな。六郎殿は、なおも俺に迫りつつ、これ見よがしに着物を乱れさせてみせる。肝心なところは一切あらわになってはいないが、故に欲をそそられてしまう。見たい、もっと見たい。いっそ自らの手で脱がせてしまいたいと。お前何言ってんだ、相馬。つまりささやかな主演のお誘いですか。はい。邪魔者はおらず、二人きり。静かに夜のひとときを楽しむといたしましょう。私は、相馬殿に聞いていただきたいこと、逆に聞いてみたいこと、たくさんございます。夜明けまででは足りぬと思えるほどに。六郎殿にそこまで興味を持ってもらえるなんて光栄なことですね。俺はうまく返答できているだろうか。声が震えてはいないだろうか。六郎殿の視線は何ともつやめいていて、まるで見えない手で背筋を優しく撫で上げられているかのような心地すら湧く。すでにお気づきでしょう。私はここ最近、相馬殿の男心を刺激しようとあれこれ遠慮な振る舞いをしておりました。それは相馬殿の下心をあらわにするため。相馬殿も所詮は色化に迷うただのバカな男に過ぎないと、そう見下すため。そうだったね、前回までは。しかし相馬殿は私の色化に迷いませんでした。ゆえに私も夢中になりました。どうにか相馬殿をなびかせてみせると。そんな時、女中から指摘されたのです。今のあなた様は恋する乙女のようだと。前回そうやって女中からね指摘されて、こんなはずはみたいなこと言ってたんだよね。六郎殿はわずかな身じろきとともに視線を落とす。その頬が赤く色づいているのは羞恥のせいか、それとも先に主性を口にしたせいか。まず間違いなく後者であるはずだが、紡がれる成長から考えると前者もありえなくはないと思ってくる。それはきっと六郎殿が男を籠絡する主観の一つであるだろうに。断じて恋などしてはいない。私はそう思うのですが。しかし相馬殿に執着し、思考と時間を多分に割いていたことも事実。
そう、思いの種類はどうであれ、私は相馬殿を気にかけておりました。それも弱くではなく、かなり強く。今宵私が相馬殿のもとを参ったのは、己が胸の内を確かめるため。あ、普通にそういう目的で来てるんだ。まだ分かってはないの。のみ語らい、そしてむつみ合うといたしましょう。そう、しとねのうちで二人きり、熱く熱く。相馬殿に抱いていただき、それでときめきと幸福を得られたのであれば恋なのでしょう。え、そこまで言っちゃっていいの、六郎さんや。逆に私に対しせっせと腰を振る相馬殿が滑稽に思えたのであれば、断じて恋ではないのでしょう。道楽する主観の一つなのか、それもすら。いくらなんでもそんな確かめ方はどうなんです。お互い物を知らぬうぶな同時同女ではございません。大人のむつみ合いに対しても今さら不安や恐怖など覚えはしないでしょう。むしろ楽しみなのではないですかね、天城相馬殿。不安や恐怖はなくとも、好きを感じるものではないのだろうか。相手を好きだとも何とも思っていないのなら、裏を返せば少なくとも俺とのむつみ合いを心底嫌だと思わない程度には好感を覚えてくれているということだろうか。相馬殿は棚からぼた餅とばかりに私を味わってくだされば結構。私は私で己が思いを見定めますので。それは一人の男として絶世の美女の豊満な体を好きにできるってのは素直に嬉しい。だが恋母の情を持っているのかどうか、それが定かではないまま結び合うというのはやっぱり褒められたことじゃないと思うんだが。流されてはいけない。ああそうだ、ここで流されたら今まで必死に耐えてきたあの時間は何だったんだ。俺は獣じゃない、自制できる人間であり、故にオスではなく男なのだ。その上軍師なのだ。ほう、六郎殿、どうか聞いていただきたい。この私の体を好きにしてよいと申し上げましたのに、返答に随分時間を要しましたね。そんなところが、そんな他の男とは異なる反応が私の心をまたざわめかせるのです。本当に相馬殿は一筋縄ではいかぬ殿方であるようですわね。意外に硬いからね、こいつ。意外に硬いくせにあっちこっちで女たらすから。六郎殿は俺が己の意にそう答えを返すと見込んでいるのだろう。ささやきには軽やかさがあった。しかし俺はゆっくりと首を横に振る。夢のようなひとときを味わえないどころか、六郎殿を怒らせてしまうかもしれないが、ここは勇気を持って接するべきとき。俺はただ主政を楽しみます。それ以上のことはいたしません。六郎殿にもハレンチな湯を抱いて手を伸ばしはしません。答えを先延ばした挙句断る。正直に申し上げまして、想定外であり屈辱ですらありますわね。相馬殿にとって私は魅力的ではないとおっしゃいますか。そんなことはありません。ですが俺にもいずれの矜持があります。その矜持とは一体どのような。まあ焦らずに一献。俺は小さく笑いかけ、六郎殿にさらに主政を進める。予期していない流れに進んで戸惑いがあるからか、存外率直に六郎殿は杯を傾ける。俺がどんな人間か、何を思い、何を願い、何を目指しているのか聞いていただきたく思います。俺のことをちゃんと知ってもらえたら幸いです。そして俺もできることなら六郎殿のことをもっとちゃんと知りたく思います。つまりはまあ語り合いましょう。六郎殿が先ほどおっしゃっていたように。
男などくだらないもの。そしてお前もつまらない存在のうちの一人に過ぎない。安易にそう判断されれば俺だっていい気分はしない。では俺はどうだろう。六郎殿のことを安易に判断していなかっただろうか。六郎殿が美人だというその一点にばかり気をとらわれてはいなかっただろうか。どうせ俺をからかうつもりでしかないはずだ。本心を見せたり触れさせたりするはずがないと、そう決めつけてもいなかっただろうか。ひたすら警戒心を沸かせたままじゃ融和に至れるはずがないというのに。俺たちはお互いに何も知りません。気が合うかどうかすらまだちゃんとわからない段階じゃないでしょうか。ごもっともかと。今相馬殿のことが少し分かったような気がします。もちろん何を思い願い目指しているのか、そのあたりはまだトントですけれども、証拠を少し垣間見られた気がいたします。それはとても好ましいことなのでしょうね。六郎殿はふわりと微笑む。俺の意思は六郎殿のこと心にもいくらか響いてくれたのだろうか。もしかすると相手を肯定することで心の隙間につけ入ろうとしているのかも。いや、こんな考えは無粋だな。六郎殿のこの微笑みは純真なものであると信じよう。俺に好感を抱き、そして歩み寄る気を少しは沸かせてくれたのだと。これが俺が初めて目にする六郎殿の態のない笑顔なのか。そう思うととても美しく思える。いつもよりも変にこびているよりもずっと。わかりました。それでは今宵はただただゆるゆると。相馬殿、さあご一献。私ばかり酒精を味わうわけには参りませんもの。二人でね。ああ、ありがとう。それから俺たちはたわいのない話に興じた。幼少時の思い出の一端であったり、お家に仕えるまでの来歴であったり、日々の微笑ましい出来事であったり、もちろんお互いに口にはできない秘密は多くある。何でもかんでも言い放てばいいというものでもないのだから。しかし俺たちは言葉を選びつつも自らの経験や考えを交わし合ったのだ。これは大きな前進であると思えた。俺はようやく六郎殿を真正面から見て、六郎殿も同様に真っ向から俺を見て、俺たちは今酒と会話を楽しめている、その実感があった。今一度述べておきますと、本日の私の目的とは己が胸中を見定めること、相馬殿をどう思っているのかを明白にすることでした。そうだよね。何か見えましたか。わざわざ口に出したのだから、六郎殿は何らかの答えを得たのだろう。俺に恋心を抱いているのかどうかが六郎殿は気にかかっていたとのことだったが、はい、私は己が思いを見定められました。夢中を抜け出ることができたのです。一体六郎殿はどんな結論に至ったのだろう。少なくとも嫌われるような状況ではないはずだが、同時に強く好いてもらえるような流れでもないように思える。なんだっけ、糸穴への誘いは断ったものの、できれば好かれたい、それが俺の率直な思いでもある。俺だって若い男だ。見目むらしい女子には嫌われたくはない。うん、六郎殿は随分とじらすな。結論は何なんだ。姿勢のせいもあり、俺は鼓動をいくらか早めつつ六郎殿の答えを待つ。いや、まあ別にやはり恋ではなかったようですと答えられようとも、俺はあまり落ち込みはしないけれども、別に俺は六郎殿に惚れ込んでいるわけでもないし、なんて考えつつも、いざ振られればやはり落胆を免れないような気が。私の答えですが。あ、いいな、ウィンクしてる、すんごい可愛いんですけど。
秘密です。相馬殿にだけは教えて差し上げません。あら、え聞き逃されましたか。内緒ですと申しました。片目を閉じて操作さやく六郎殿はどこか子供っぽく、これまでとはまた異なる魅力があった。ちょとんとした俺が面白かったのか、六郎殿は一人クスクスと笑いをこぼし続ける。こんなに上機嫌な六郎殿はやはり初めて目にするな。綺麗よりも可愛いと思える空気が醸し出されているでいいのかな。もやもやとしてしまう答えですね、俺にとって。こちらに参るまでの私の心境とあるいは似ているのかもしれませんね。お揃いです。こんなところが揃いましても、俺が苦笑いとともに軽く肩をすくめてみせれば、六郎殿はなおも笑みを深めていった。その明らかさを前にすると自然とこう思えた。まあいいかと。六郎殿が笑っているのだから、少なくともこれまでよりは仲良くなれたのだから、ああそれでいいじゃないか、十分じゃないか。残念だと気や肩を落とす理由なんて何もない。では六郎殿が答えを得たことを祝いまして。ええ、まだまだ夜は始まったばかり、酒精もたっぷりとありますし、飲みましょう。そう声を揃えて告げて、俺たちはまた杯を傾け合った。熱くはなく甘くもなく、恋や愛やなんていうの、思いでいいのかな、思いといった情も足りず、だがしかし寒くもなければ乾いているわけでもなく、どこまでも穏やかにしっとりと、俺と六郎殿は和気あいあいと小さな自然を楽しんだ。あ、絆深まった。じゃあ今回はこれで終わりかな。絆深まったってことは多分次はないはずだから、次回はまた別のキャラに行こうかな。多分次回ぐらいで長政の方も終わると思うんですが、どうなんでしょう。長政、政則か、あの二人の分も終わると思うんですが、この後はひとまず刑事とか朝倉総敵あたりのあれを進めてもいいかもしれない。あ、島佐君とか残ってたな。そういやなんかここに残ってるやついたな。これもそのうちやらないといけないんだったな、忘れたな。これ先にやるか、その辺ちょっとまた次回考えようかな。多分その武将に会うとこまで一応進めるんで、次回のうちに。あ、ちょっと待って。あ、やっぱりここだったか。疫病出たの。疫病出た後だと多分、長兵そんなに、はかどらんから、あれだとは思うんだけど、まあ、そもそも人数が違うから、とやられることはねえんだろうけど。まあ、では、結構六郎さんはそうだね、最後の方まで結構好みだったから、まあ、途中かなり水面もあったけども、でもそれとは別で結構可愛くて好きだったかな、この人は。多分どのキャラもだけど、本家の多分 PC 版だったらね、夜の営みに発展してるんだろうから、あれだけども、このプレス4版で、プレス4版でさ、花田純勇士でそっちの方面に夜の営みに発展したキャラって、家計だけじゃないの？家計じゃないわ。才蔵だけじゃないの？サスケと、家計と、六郎と、運の六郎と、望月六郎と、行ってないから、意外に発展しないんだな、みんな。これはこれでちょっと面白いな。
あ、では、ここまでのご、まあ、ここで終わりにいたします。急に終わろうとしたわ。ごめんね。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。